バディム・デフヤトフスキーは、ベラルーシの陸上競技選手。ベラルーシ5名は、バジム・アナトーレビチ・ジェブヤトウスキー。ロシア5名は、バジム・アナトーリエビチ・ジェブヤトフスキー。ビーツプスク州ナバポラツク出身。2000年に、ドーピング違反が発覚している。2005年7月21日に、自己記録の84メートル90をマーク。 同年の世界選手権では 82m60 で2位になり銀メダルを獲得するも2013年3月に行われたドーピング再検査で違反が発覚し、イワン・チホンと共にメダルを剥奪された。2008年北京オリンピック陸上競技のハンマー投げに出場 81m61 を投じて2位入賞となったが競技終了後のドーピング検査にて、 禁止薬物が検出されたため、国際オリンピック委員会から2008年12月11日、記録の抹消及び成績剥奪処分を受けたが、スポーツ仲裁裁判所に不服を申し立て、2010年6月10日に処分が撤回されたため銀メダルの獲得が認められた。ありがとうございます。